皆さんこんにちは、小場翔です。ゴミブチです。はい、今日もゴミブチさんにお越しいただきましたが、サブチャンネル2本目の登場ですかね。はい、はい、まあ、ちょっと今日もね、普通に記事扱ってみたいと思うんですけれども、医者になりたくないけれど賢い子のゴールが東大理産か医学部にされてしまう日本の風潮ということで、まあ理産のことをねこの記事では扱ってるんですけど、やっぱり優秀な子が医学部に行きがちっていうのは結構今の日本であるんじゃないかなと思います。今回はですね、オンライン学習の会社マインドを創業した前田さんと張啓友さんですかね、ちょっと読み方間違ったらすいませんけれども、このお二人がですね作ったスコラボっていうものを取り上げて、そこでのインタビューの記事の第2回かなになっております。はい、でまあちょっと記事読んでいきます。理産というと医学部というイメージがあるかもしれませんが、東大では2年生まではリベラルアーツ教育と呼ばれる制度があり、3年生になってから自身の希望と成績に基づいて進路を選択します。理産に在籍していても医学部以外の選択は可能ですが、学生の大半は医学部に進みます。その大学生も、まあ、相談を受けた、ね、方がいたそうなんですが、その相談を受けた大学生もその一人でしたが、医学部を選びながらも医師にはならない道を探しているということらしいんですね。じゃあなんで理産から医学部に進むのかと聞くと、医師になりたいわけではなくて保健だということなんですね。で、この話を聞いて、頭のいい人が目指すべき進路イコール理産あるいは医学部でいいのかということを改めて考えさせられましたと。私の親族、私というのはインタビューの人ですね、インタビューじゃないですね、インタビューいいの人ですね。私の親族や友達にも医師はいるので、人の命を救う尊い仕事をしていることは十分理解しています。一方で頭脳明晰な日本の賢い子たちが年に100人も理産に進学し続けている状況は明らかにおかしいですよねと提言したいですということですね。実際日本は書籍や雑誌でも子供を医学部に入れるというタイトルがつくほど、医学部に行く人はすごい、賢い人は医者になれという昔からの風潮がまだまだ残っています。高校の段階で学力の高い子たちが一様に理産を含め国立大学の医学部を目指すのは明らかに偏りすぎです。社会を良い方向に変えていく、日本を変えていくという点では、医学部に高い頭脳が集まってしまうのはよくありません。また私自身は医学部進学を実績として語る学校は時代遅れだと思っています。子どもたちにいろんな進路を提示せずに、賢いからといって進路を医学部に絞るプレッシャーをかけるのは教育機関としてどうかと感じずにはいられません。まあ、ここちょっと後で触れたいと思います。保護者の方からの子どもに医師になってほしいというニーズがあり、学校としてそれに応えなければならないプレッシャーがあるのは理解できます。しかし人を育てる教育機関の場として子ども自身にキャリアの選択肢を与えず、賢いというだけで医学部に行くという流れを作っているのは、これからの日本の社会に対してマイナスの影響を与えていますと。実際に医学部に進んだ方々はその後責任感のある医師になり、責任のある大事な仕事をしている場合がほとんどです。医学部に行くことが悪いとは思っていませんが、一部には安定した収入が見込めるという意味の保険で医師を目指す人もいます。特に頭が良いと言われている方々が保険として医師を選び、特にやりたいわけではないのにもかかわらず一生を捧げることについて、個人の選択としては良くないと思っていますということですね。今医学部を目指している学生で、別に医師にはなりたくないし他にやりたいことがあるけれど、自分は頭がいいから医学部に行った方がいいだろうなと思っている方、あるいは周りからそう言われて目指している方は、一旦立ち止まって何をしたらよいか考えるべきだと思います。医学部受験に使うエネルギーを自分のしたいことに使う方が、よっぽど自分がモヤモヤせずに学生生活も送れるのではないでしょうかということなんですね。さらにですね、医学部受験を志すぐらい勉強を頑張る覚悟があるのであれば、進路のことも同じように真剣に考えてみましょうと。将来的な収入で考えるとしても、医学部と同じぐらい頑張ることでより稼げるような選択肢は他にもあります。まあ、ここも後で触れたいと思うんですね。で、実際ですね、海外受験も同様の傾向があるんじゃないかということですね。この、まあ、インタビューの方が大学受験で MIT に行かれたということなんですが、 MIT にいた時は海外の大学に行く人は変人か帰国子女のどちらかで、幼少期からハーバード大学を目指しましょうというような論調はほとんどありませんでした。ところがいつの間にか海外受験をする人が増えてきたので、さまざまな教育機関が海外大学進学に乗り出してきたり、メディアでも頭のいい人の中でもイケてる人は理産ではなく海外に行くべきというような記事が出てきたりしています。確かに海外大学は理産ほど進路が縛られないものの、幼少期から目指しましょうというのは理産競争と同じことが起きています。あるいは実際に海外受験に向けて頑張りましょうとなった時に、ハーバードを目指すのであればディベートをやってきた人の方が受かりやすいから、全く興味もないけれどもディベートをしようとなったら、海外でも理産でも状況は全く一緒ですと。まあ、メディアで話題になり競争が激し始めたら、勝ち抜くためにやりたくないことを頑張ることになります。競争そのものが目的となるので非常に辛い道となります。医学部に行くのはすごいことだから、あるいはただ自分の偏差値に見合うからという理由だけで、理産を目指している人、医学部を目指している人、海外を目指している人は一旦立ち止まるべきですというような記事になっております。はい、まあ、この記事自体、まあ、別に、ね、問題ないというか、
特に反論するとこないと思うんですよ。そうです、まあ、やっぱりそのどうですか、自分が高校生の時でも、はい、小見渕さんの周りでも頭いい子って結構理系だったね、まあ、文系ならあれかもしれないけど、はい、理系だったら医学部目指してませんでした。そうですね、なんか結局ふわっとしてるけどかっこいいなっていう印象だけとかで、うんうん、あ、医学部とりあえず目指しとこうみたいな、うんうん、とりあえず医学部目指せっていうのは先生も結構なんか言いがちではありますよね。そうですね。で、まあ、それはね、さっきまさに後で触れますって言った1個目のことなんだけど、はい、やっぱりその教育機関としてその医学部推しがちっていう問題はあると思うんですよね。でそれはやっぱりね、なんでかっていうと、はい、学校の先生がやっぱ社会を知らないからっていうのがあると思うんですよ。あ、はい、そう、例えば、まあ、グローバルに見た時に、はい、一番今稼げるその大学の専門性で一番稼げる仕事って何ですかって言ったら、はい、やっぱり僕は間違いなくやっぱりデータサイエンスとかコンピューターサイエンス系だって僕は言います、はい、特にアメリカですね。日本だとあんまり稼げないかもしれないけど、うん、まあ、特にアメリカでやれば稼げる、はい、もちろん大学も難しいです、はいはい、人気です、はい、だけどやっぱりそういうことを学校の先生が知らないから、うん、そうするとやっぱり一番無難で、はい、で平均年収も高くてってなると、まあ、医者になっとけばみたいなことは言われがちなんだろうなと思う、うん、そう、ね、そう、でやっぱり例えば超進学校とかだと、まあ、つくこまとかね、あの理三に行けるけどあえてリーチに行く人とかもいるんですよ。でやっぱそれはそれでもちろん素晴らしいけれども、やっぱりそのじゃあ学校がね、あの別に理三じゃなくてもリーチでもいいんだぞって指導してるかっていうと多分そうじゃなくて、はい、やっぱ優秀なごくごく一部の子が自分で悟って、はい、いや別に医者興味ないしなみたいな、もうちょっとなんかこうね、物理やりたい、数学やりたい、なんか宇宙のこと勉強したいとか、はい、いや俺は化学やりたいとかね、いろいろあってさ、はい、それでリーチに行ってるっていう状況があるから、うん、そうそう、だからまあなんかやっぱり、まあ、学校がなんか悪いというわけではないけど、はい、やっぱりその学校が伝えきれてないっていうのはやっぱあると思うんですよね。うん、でそれやっぱりなんでかというと学校という場だけだとその大学とかその子のキャリアの想像がつかない時代になってきているっていうのがあると思うんですよ ね、はい、すね。だ大昔はだから本当にじゃあ例えばね、僕らはそうだけど文系で大学に行ったら、はい、まあ、もう 99% サラリーマンじゃん、はい、でまあ一応さ、一応早稲田でさ、まあ、通るあとさ、はい、いやもうなんかね、もうとにかくなんかでかいなんとか銀行とかさ、はい、なんとか保険会社みたいなのに行くのが神ですみたいな、で電通神ですみたいな、大手の名の知れた商社とか、そうそう、古代商社とかに行くのが偉いですとか普通ですみたいな、はいはい、まあまあ場合によってはね、とりあえずまあ官僚なのが当たり前だろうみたいな、あ、民間就職とか舐めてるみたいな、よくわかんないけど、はい、そういう時代もあったらしいんですけど、はい、今も違うんで、まあね、僕らもそれぞれ違うキャリアを歩んできてるけれども、はい、やっぱりそういう観点で言うと、その学校だけだともうキャリア指導が難しいっていう時代があるから、まあ、一概にね、学校が悪いっていうのも言えないのかなとも思うし、うん、学校の先生にそういう視野まで求めるのはちょっと酷かなと思う。そうですね、はい、あとはそのやっぱりね、保護者目線もあるのよ。結局、はい、その医学部に行きたい人ってやっぱいて、はい、ただその中の何割ぐらいかな、ちょっとパーセンテージは分かんないけど、はい、3割か2割か、うん、一定数は、はい、あの親が医師になってほしいんですよ。そうですね、はい、それは2つパターンあって、はい、1つはやっぱりお医者さんの家系とか、はい、その後継いでほしいとか、うん、まあ、親も医者だからなってほしいっていうパターンと、はい、やっぱり今の時代稼げるのは医師だからみたいな2パターンあるんですけど、はいはい、やっぱりどちらにせよ保護者から要求されてしまうと、はい、そこのニーズってあるじゃん、はい、なのでそのニーズに応えるためにその塾だったりその学校が医学部のね受かった子いますよって宣伝するのは、まあ、正直仕方ないんじゃないかなと思うんだよね。そうですね、塾とかも経営をしているわけなので、うん、やっぱりニーズに応えていかないといけないっていうのはそれはありますよね。必要なのであればってところですよね。そう、うん、なのでまあそれがねちょっと1個目の僕が指摘したかった点かなというところで、はい、で2つ目ね、まあ、その後でもう1個触れますって言ったのはやっぱり医学部と同じぐらい頑張ることで稼げる職業あるよねって書いてあったんだけど、はい、そうかな。いやっていうのは、そうですね、はい、というのは実際に医学部に行くことって、はい、まあ、大学受験においては、まあ、それなりに大変だし、入ってからも、まあ、まず6年間はやんなきゃいけない、で4年間やって、まあ、CBT とか試験受けて、その後2年間やって国試受けなきゃいけない、でさらに研修もやんなきゃいけない、はい、だからやっぱり冷静に考えると保険、その医師になることで、まあ、言ってしまえば年収1000万とかが、まあ、まず確保されるわけじゃないですか、うん、はい、っていう意味で言うとそのために8年間頑張るって考えたら、なんか他のこともできるような気もするのよ。そうですね、8年もあればっていう、ね、だけど大学生になる前の時点で、はい、じゃあなんかその8年間使うぐらいなら、はい、これをやっておけば1000万は堅いなっていうのって思いつかないと思うんだよね、はい、そうですね。でましてや例えば普通に東大に出たりとかしてても、はい、なかなかそれこそ20代で1000万って稼げない時代じゃないですか。はい、そうですね。そうなんですよ。だからやっぱりね、日本の環境自体がやっぱりどうしても、まあ、経済的にも良くないし、はい、弱いしね、はい、うん、やっぱそういう時代においては
逆にその安定してる意思とかが、うん、まあ、人気になっちゃうのかなっていう気はしましたね。そうですね、うん、本当はもっとやっぱり自分のやりたいこととか、うん、これに興味があるっていうことで、うん、そっちに例えば就職して同じぐらい稼げるとかっていうのがやっぱ夢があるんですけど、そうそうそう、まあでも実際問題現実的に今日本のこの環境の中ではそうなってしまってるっては言えますよね、うん、そうですね。だ昔とかさ一時期ね本当に、はい、まあ、僕もまだ生まれたか生まれてないかぐらいの時代だけど、はい、バブルとかあったじゃん、はい、だああいう時とかってさめちゃくちゃ就職良かったわけですよ。そうですね、で企業側から来てくださいって言われてさもうボーナスでもすごいもらえるしさ、はい、手当とかもいっぱいもらえるしみたいな状況だと別にわざわざ医者にならなくてもいいかなって人はいたかもしれない ね、うん、だけど今だとなんかそういう世の中じゃないじゃん。はい、じゃあそのじゃあぶっちゃけ逆にさ、はい、そのお医者さんと同じぐらいの年齢で、はい、お医者さんと同じぐらい稼げる職業って何がありますかって言われると、そう、まあ、基本的には日系のサラリーマンをやってると、はい、まあ、その歩合みたいな仕事じゃない限りまず無理なんですよ、はい、うん、ってなるとほぼ外資系だったりとか、そうですね、まあ、コンサル会社みたいな、まあ、コンサルでも多分医師と同じは難しいと思うな、うん、まあ、本当に外資系のトップのコンサルティング会社なら行くと思うけど、はい、ってなると医師を超えてくるってなると今度外銀とかってことになってくるんで、そうですね、でもそれってさその就職活動をしてからの結果じゃん、はい、でしかもそういうところってさ、まあ、その今はちょっと時代変わってきたかもしれないけど、はい、僕が就活なんかの時代だとよくアップオアアウトなんて言われたりして、はい、その昇進するか辞めるかみたいな、はい、すぐクビになるみたいな、うんうん、特に外資系の金融機関なんてそのリーマンでもうめちゃくちゃクビになったわけよ、はい、で僕学生時代リーマンですから、はいはい、なのでそのそういうニュースをめっちゃ見てるわけよ。でそういうのを見ながらもそこに飛び込んでいって、うん、でお医者さんと同じぐらい稼げるかなとかって結構しんどくない？そうですね。そうで、しかも別にずっとやれる保証もないわけよ。そうで基本的に超体力勝負だから、はい、例えばお医者さんとかだと、まあ、いろいろありますよ。もちろんあの今ねブラックロード問題になってるけど、うん、お医者さんのただ例えばもう割り切ってねバイト医みたいな形で、はい、いろんなクリニックにねこうバイトみたいな感じで入るだけでも、はい、正直かなり稼げちゃったりするんで、まあ、あの自分の体力と相談とか自分の家庭と相談とか、はい、ライフワークバランスとかっていうのもぶっちゃけできたりするんですよ、はい、その明らかにその外資系の一流企業に行くよりはできる。なのでそう考えるとやっぱり多少高校生とかが検索したり、うん、親御さんとか学校の先生が一緒になって調べてくれたりしても、はい、やっぱりその安定性とその収入両方をこう掛け算というか土台にで比べると、うん、うん、やっぱよく見えちゃうよね、そうですね、外資さんが。ってなるともう僕一個しかないと思ってるんですよ、はい、企業企業、はい、企業です、はい、だ僕本当にその自分が起業して、はい、まあ、ちょっといくら稼いでるかこれは言わないけども、はい、まあ、そのおじさんと同じぐらい稼げた時もあったわけですよ、若い頃、はい、うん、そうするとあ、よかったと思いました。うん、はい、だ自分はだからやりたいことだから教育っていうジャンルを選んで、はい、うん、で別におじさんみたいな8年拘束とかもなくて、うん、まあ、4年間ね、まあ、正直結構遊んでたけど、はい、大学時代まあ好きに過ごして、はい、でまあ、社会人、まあ、僕はね最初ダブルワークでやってたから、はい、社会人やりながらも自分の会社作って、うん、でまあ、1年目とかでそんなね儲かるなんて全然なかったけど、まあ、何年かやってて、あ、でも友達の同年代で研修医が終わって、はい、まあ、ちょっと一人前になったりとか、うん、はい、ね、やっと友達の収入とか聞いて、うん、あ、俺もぶっちゃけ同じくらいみたいな感じになると、うん、あ、だから自分はなんか好きな道でなんかこう歩けたからよかったなって思ったけど、はい、うん、けど、まあ、でもねそれってレアでしょ。じゃあみんなこうなりましょうって無理じゃん。そうですね、また学校の先生とかが、うん、じゃあ将来こうなりたいですっていう例えばのがない子に起業してみるのがいいんじゃないとかっていう話にはならないです、ね、むしろやりたいことがあって仕方ないかつ、そうですね、かつ、はい、その組織に馴染まないというか、はい、なんかあの自分でやる方が好きみたいな人の方が起業って向いてるから、はい、だから結構、まあ、確かにねこの記事の方のおっしゃることはマジで正論で、はい、僕も同じね危機感というか、はい、思う。だからやっぱりねうちの塾でやっぱ本当にあるのは、うん、優秀な人に医学部を押さないっす、はい、話は聞きます。例えば、はい、高1とかだとまだ何も決まってなかったりするから、はい、どんどん行ってみたいみたいな、うん、まあ多分文系か理系だったら理系って感じだよねって言ったら、はい、理系はもう固まってますみたいな、はい、じゃあで例えば、まあ、当然こういう学工学部も理学部も医学部も薬学部もいろいろあるから、はい、どんな感じって、いやまだイメージ湧いてないけどこんな感じでみたいな、うん、あ、じゃあなんとか学部なんとか学部かもねみたいな、じゃあ次の面談までにちょっとじゃあ調べてこようかみたいな感じでやったりとか、うんうん、もちろんなんかいるのよ。結構自分はこういうのに興味あるんですと、なんか機械とかに興味あるんだけど、はい、
成績いいからとは言わないけどね自分では、はい、うん、だけど正直ちょっと医学部とかの方が安心なのかなみたいな、いやその悩みわかるよみたいな、そうですね、学校の先生とか親もちょっと言ってるし、なんか、あ、言わなくても、あ、言わなくてもですか、言わなくても安定かなみたいな、そうそうそう、でやっぱりもう親御さんとかは別に好きなとこ行ってくれればと、あ、はい、そうそうって言ってくださってるし、学校の先生からは別に強制、うん、自称心とかじゃないから強制もされないんだけど、はい、別に私立でも国立でも好きなとこ行きなさいって言われてるけど、はい、やっぱり学部の方が安心なんですかね、はい、先生みたいな言われて、それでもぐぬぬみたいな、はい、でもこっちも嘘はつけないからさ、うん、いやだからその期待値だけでただね計算しちゃえば、はい、そうだけど、例えばじゃあ機械やりたくてみたいな、はい、で本当にね一流のエンジニアになったりとかして、そういうことを起点にやればもしかしたらね将来もっと稼げるかもしれないし、うん、それは分からないよねっていうところで、ね、でもやっぱりその大学に入ってからはその勉強に浸かるから、特に理系は、うん、はい、やっぱ本当に自分がやりたいと思ったことをやった方がいいよと、うんうん、ただそのやりたい思いだけじゃなくてやっぱり少し打算も入れないと、うん、なんか4年間6年間頑張った結果、はい、なんか何にもなりませんでしたら困るじゃん、はい、そう、ね、やっぱりね将来のために大学に行ってるんだからって話はするけど、はい、まあ、そんな感じでございます、はい、ちょっと話長くなりましたけど今日の話は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。